ここには魔人を封じる術があるかもしれない。それに私はレイチェルと一緒にいたいから。アリシア様、好きにしな。まあせいぜいそいつに寝首をかかれないようにするんだね。お気持ちは変わらないようですね。私は篠本に戻り対策を練ることにします。それでもまた失礼。失礼します。アリシア様、館を手分けして調べましょう。ここには必ず烙印から逃れる術があるに違いないですから。さあ参りましょう。レイチェル、うまくいっているようだな。さあ魔人に我らの魂を捧げようぞ。どうした、まさか今さらおじけづいたのではあるまいな。来たるべき時が来たのだ。尊い血族から破滅の子が現れるという予言通り。だからこそ嬉しくて体が震えるのだ。死者が増すほどこの世は煉獄と化すだろう。魔人こそ真に世界を救うものなのだ。そうだ、魔人に全てを捧げるのだ。魔人に全てを。よく散ってやる。アリシア様、あなたを殺した私も死にます。どこへやった。